青春応援番組アグレナリン。今回私がやってきたのはこちら、ハエバル高校。そしてご紹介する部活は男子バドミントン部です。どんな選手たちがいるのかすごくワクワクしています。それでは早速行ってきます。頑張る高校生を応援するアグレナリン。今回はハエバル高校男子バドミントン部。バドミントン部は今年の5月に行われた県高校総体でシングルス、ダブルス、団体の全てで優勝。さらに団体戦に関しては4連覇を果たした強豪校。そんなバドミントン部の活躍を校長先生に聞いてみると、すごくバドミントン部強いじゃないですか。強いんですよ。他の部活生や他の生徒たちにどんな影響を与えていると思いますか。そうですね、やっぱり光が当たる部があるとやっぱり自分たちもっていうことで、こう口には出せないけど頑張りたいっていう思いで一生懸命やってるかなと思います。強化指定校にも選ばれているハエバル高校男子バドミントン部。その活躍は学生の誇りにもなっているのだそう。早速そんなバドミントン部が練習を行っている体育館へ。こんにちは。よろしくお願いします。今日はアグレナリンという番組で取材させていただきます、棚原里穂です。よろしくお願いします。お願いします。ハエバル高校男子バドミントン部は1年生が5人、2年生が6人、3年生が3人の計14人が在籍。他の部活動との兼ね合いもあって、この体育館が使えるのは週に3日なのだそう。この限られた時間を有効に使って練習を行っている。さらにリホちゃんが驚いたのは、選手の皆さん真剣に練習していますが、体育館の中すごい熱気です。もうめちゃくちゃ暑い、もう岩盤浴状態です。暑い、みんなこんな中で練習してるってすごい偉いです。体育館の窓にカーテンをして締め切った状態で練習を行っている部員たち。その温度を調べてみると、なんと 33.4 度。さらに湿度は 80% 以上と、まさにサウナ状態。なぜこのような状況で練習を行っているのか、顧問の棚原先生に話を聞いてみると、ものすごく暑いんですけど、いつもこんな感じですか？あ、もういつもこんな感じです、どうしてこれは窓もカーテンも閉め切って練習してるんですか？あ、まあ、光が入るとやっぱ見えにくくなったり、はい、あと風が入るとちょっと悟にやっぱ影響があるので、いつもこの状態で。そうなんですね、はい。バドミントンは重さがおよそ 5g しかないシャトルを使用し、ネットを挟み互いに打ち合う競技。 5g しかない軽いシャトルは風の影響を受けやすいため、外からの風や光が入らないような環境で練習を行っているのだそう。さすがに締め切った体育館の中では部員たちもこまめに休憩を挟み、水分を補給しながら練習を行っていた。この環境で一生懸命練習を行っている部員たちはすごい。そんな男子バドミントン部をまとめるのはキャプテンの富里くん。ハエバル高校男子バドミントン部の特徴は教えてください。そうす、元気が良くて、一人一人意識が高くて、あの練習一つ一つにしても大切にしてるバドミントン部です、はい。みんな仲良しですか？みんな仲良しで、上下関係とかも多分他の部活に比べたらそんなにないんですけど、練習になったらみんな切り替わって強くなりたいっていう意識でいます。一人一人が常に強くなりたいという思いで練習に取り組んでいるバドミントン部。その意識の高さが県大会での優勝につながっている。そんなチームのエースが2年生の島くん。
志麻くんは小学校1年生からバドミントンを始め、バドミントン歴はチーム最長。5月に行われた県高校総体でシングルスとダブルスを制した実力者。志麻くんの強みって何ですか？気持ちいいですかね。気持ちいい。どういうところが、どういう気持ちを持って練習してるんですか？絶対に負けたくないっていう気持ちでやってます。持ち前の強い気持ちと俊敏なフットワークを武器に勝利を重ねてきた志麻くん。学校対抗の団体戦でもダブルスの一番手として大事な初戦を任されている。自分は第一ダブルスなので、そこでまず取って、自分この団体をみんなを盛り上げていく立場だと思ってるんで、そのダブルスを絶対に取ろうって気持ちで。今年の県高校総体の団体戦でもダブルスの一番手、そしてその後のシングルスにも出場し、チームの勝利に貢献した志麻くん。志麻くんの活躍もあり、団体戦では見事4連覇を達成した。キャプテンの富里くんや志麻くんと共に互いに高め合っている部員たち。中にはこんなところから通学している部員も。オンマソンから通ってるって聞いたんですけど、本当ですか？はい、めっちゃ遠い。通学時間どれぐらいですか？高速乗って3、40分ぐらいです。毎朝じゃあ高速を渡ってから来てるんですね。どうしてこんな遠いところからハイバル高校に通ってるんですか？バドミントンが強くて、自分たちもバドミントン強くなりたいなと思って、県の上位を目指してこっちに行きました。お姉ちゃんがこっちにいたので、お姉ちゃんの影響もありました。ハイバル高校入ってよかったですか？はい。どうですか、部活は楽しいですか？まあ、きつい時もありますけど、やっぱみんなと一緒にきついのを乗り越えられるので楽しいです。大変なところも多いけど、とても充実しているという伊礼くんと与儀くん。部員の全員が上手くなりたいという強い気持ちを持って練習に取り組んでいるハエバル高校男子バドミントン部。その志の高さはすごい。さあ、この後はエースの志麻くんとリホちゃんがバドミントン対決。頑張る高校生を応援するアグレナリン。今回ご紹介するのはハエバル高校男子バドミントン部。5月に行われた県高校総体でシングルス、ダブルス、団体の全てで優勝を果たした強豪校。14人の部員の中にはハエバル高校のバドミントン部に憧れ、遠く恩納村から毎日通っている選手も。そんな強豪校の強さを体験すべく、2年生エース志麻くんとリホちゃんがバドミントン対決。対決は3点勝負。バドミントンは体育の時間でしかやったことがないというリホちゃん。勝負は見えている気もするけど、アグレナリン全開で頑張れ。では志麻くんお願いします。お、高い。おー、いける、いけた、いけた、はい、およいしょ。あ、お、お、すごい、すごい、いけた。あ、お、よかった、よかった。イエーイ、1点、やった。志麻くんが手前に落としたシャトルに見事反応し打ち返したリホちゃん。その後も必死に食らいつき、志麻くんから1点ゲット。諦めずシャトルに食らいついたリホちゃん、ナイス。やった。この調子で奇跡の勝利なるかと期待したものの、その後はイージーミスを連発。リホちゃんの頑張りも虚しく、あっけなく3点を取られて試合終了。でも諦めず食らいついて奪ったあの一点を我々は忘れない。リホちゃん、お疲れ様。ハエバル高校男子バドミントン部はこれから沖縄県代表として8月に福岡県で行われる
全国高校総体に挑みます。これから全国大会が待っていますが、意気込みをどうぞ。一戦一戦、気持ちを出して、沖縄県代表として頑張りたいと思います。はい、ズバリ目標はベスト8以上を目標にします。はい、頑張ってください。これから全国の強豪校に挑む早原高校男子バドミントン部、持ち前の強い気持ちと練習で磨いてきた技術で勝利をつかめ。アグレナリンは君たちを応援しているぞ。全国大会頑張ってください。せーの、アグレナリン全開。番組では皆さんの青春の1ページを大募集。心に残る青春の1ページを写真や動画で募集しています。採用された方にはクオカード1000円分をプレゼント。応募方法は番組のホームページで確認してください。たくさんのご応募お待ちしています。